アワープラネット TV の白石はじめです。停止中の原発の再稼働の条件となっているストレステスト、昨日福井県にある関西電力大飯原発3・4号機について専門家の意見聴取会が行われましたが、一部の専門家の質問に答えないまま議論を打ち切り、原子力安全保安院は再稼働に向けた手続きを進める見通しです。まずは1週間のニュースをお伝えしましょう。定期点検で運転停止中の関西電力大飯原発3・4号機について5日、再稼働に反対する市民集会とデモが原発から60キロ離れた滋賀県大津市内で開かれました。主催したのは運転再開を止めよう関西琵琶湖集会実行委員会です。大飯原発が再稼働する可能性が高まっているとして危機感を持った地元市民などおよそ500人が参加、隣接する自治体なので住民説明会を実施することや住民の理解なしに原発の再稼働をしないことなどを求めました。参加者は集会後にデモ行進を行い、関西電力滋賀支店を人間の鎖で取り囲み再稼働をしないでと訴えました。一方、経済産業省の原子力安全保安院は8日、大飯原発3・4号機のストレステストについて、専門家による審議を打ち切り、近く妥当だとする最終評価をまとめる見通しです。これに対し、委員の一人、元プラントメーカー技術者の後藤正史さんは、福島の原発事故では地震、津波の想定外ということが起こったのに、想定外が考慮されていないと批判。同じく委員の東京大学伊野博光名誉教授は、一次評価だけを行い運転再開に結びつけようという姿勢がある、二次評価もしてから再稼働の議論をすべきと指摘しました。傍聴を希望した市民らは別室でのモニター視聴となり、聴取会後には再稼働ありきの議論について市民らが抗議を行いました。こうした再稼働への動きが高まる中、枝野幸男経済産業大臣の地元でも4日デモ行進が行われました。枝野大臣の選挙区でのデモ行進を呼びかけたのは30代の男性で、ツイッターなどを使い情報を広めておよそ150人が参加しました。枝野大臣の地元埼玉では、特産の狭山茶も出荷停止になるなど様々な影響が出ています。集まった人々は放射能から子どもを守れ、原発はいらないと街を歩き訴えました。江東区の立川河川敷公園で8日行政代執行が行われ、野宿者の男性のテントが撤去されました。日時の指定なく行政代執行が行われるのは異例のことで、野宿者支援を行っている市民団体は強引な追い出しだと抗議をしています。以上、1週間のニュースをお伝えしました。では特集です。去年の9月19日に東京で6万人を集めたさようなら原発集会を覚えてらっしゃいますでしょうか。この時、多くの人に感動を与えたハイルアクションの武藤瑠衣子さんのスピーチがこの通り一冊の本になりました。福島からあなたへ、あのスピーチにどのような思いを込めていたのか、武藤瑠衣子さんにお話を伺いました。皆さんこんにちは。福島から参りました。毎日毎日いやおうなく迫られる決断、逃げる逃げない、食べる食べない、子供にマスクをさせるさせない、洗濯物を外に干す干さない、畑を耕す耕さない、何かに物申す黙る、さまざまな苦渋の選択がありました。私たち福島県民は故郷を離れる者も、福島の地にとどまり生きる者も、苦悩と責任と希望を分かち合い支え合って生きていこうと思っています。私たちとつながってください。目をそらさずに
支え合い、軽やかに朗らかに生き延びていきましょう。ありがとうございました。去年の9月19日の集会の日は、まあ、私は撮影をしていたんですけれども、大江健三郎さんですとか沢地久枝さんですとか、まあ、そうそうさる方々 の挨拶の最後に登壇されたのが武藤さんで、でもうお話を聞いた時に本当に胸を打たれて、インターネットで配信したところも本当にすごい反響で、なんと2日後には中国語もできて配信したという形なんですけど、それがまあ今回このような本になってより多くの人に届くのでよかったなというふうに思っているんですけれども、スピーチというのはどういう思いで書かれたのかというのをまずお聞きしたいんですけれども、ちょうどそのスピーチの依頼があった頃は本当に忙しくて、とってもそのゆっくり書いてるって時間もなかったんですけれども、私、地震後にね、1ヶ月ほど山形に避難をしていて、で戻ってきたら私お店をやっていたので、たくさんの方が訪ねてきてくださったんですね、それでそこでいろんな話を聞いたんです。でその聞いた話がずっとこう頭の中にあったので、まあ、福島の現状を一番よく分かってもらいたいっていうふうに思って、その聞いた話をね本当にそのまま書いたんです。だから個人個人が一体どんなふうな状況にあるかっていうことはなかなかそのニュースとかねメディアでこう分からないと思うんですよね。本当に暮らしの一つ一つの中にその放射能が入り込んでるっていうそういう感じがすごくしたので、そういうところをこう拾って、話そうかなっていうふうに思いました。半年という月日の中で次第に鮮明になってきたことは、事実は隠されるのだ、国は国民を守らないのだ、事故は未だに終わらないのだ、福島県民は核の実験材料にされるのだ、莫大な放射能のゴミは残るのだ、大きな犠牲の上になお原発を推進しようとする勢力があるのだ、私たちは捨てられたのだ、私たちは疲れとやりきれない悲しみに深いため息をつきます。でも口をついてくる言葉は、私たちをバカにするな、私たちの命を奪うな。武藤さんご自身というのは20年以上にわたって、まあ、反原発運動をなさってきたということなんですけれども、まあ、どのような、きっかけでこの原発と、向かい合うようになったのかというのを教えていただけますか。チェルノブイリの事故が起きるまで私は本当に原発のことは何も知らなくて無知な人間だったんですね。で関心も持っていなかったんです、そんなに。でチェルノブイリの事故が起きて、約何ヶ月2ヶ月ぐらい経ってから友人が藤田裕子さんという方の何か雑誌に載った文章だったと思うんですけど、それを見せてくれたんですね。でそれを読んで、もうものすごい大変なことが起きてるんだ、原子力発電所っていうのはこういうところだったんだっていうことが分かって、でそれから関心を持つようになったんですね。でちょうどその頃に私の姉が骨髄性の白血病になったんですね。でそのこともあって原発と向き合うようになりました。そうすると、今回ねその地元である福島で非常に大きな事故が起きたと、事故が起きた時、地震が起きた時っていうのはどのように感じられて、地震になって津波になった時に冷却水がずっと入らなくなったらどうなるかとかね、あとその福島原発で去年一昨年ですね、5月頃に全電源喪失事故というのが実はあったんですね。1号、ね、2号機かな。私も後になってから恥ずかしながら知って、でそのことも東京電力との交渉の中で問題にしていたので、一応そのシミュレーションができたというか、どういうことが起きるのかということを考える機会があったので、多少はこう分かったんですね。それでやっぱり原発のことまず頭に浮かびました。先ほど山形に避難されたというのをおっしゃいましたけども、
やはりいろんな情報が入ってきてご自身で判断されたりとかって、まあ、その時どういうような行動を取られたり考えたりされてたっていう感じなんでしょうか。ね、まずラジオを聞いて、そのラジオでは電源が喪失したっていうだけだったのね。で、他の電話もメールも何も通じない状況だったので、で、まあ、どうしたらいいんだろうっていうことを考えました。で、もともとその原発事故が起きたらどうなるか、どうしたらいいかっていうことは、まあ、多少なりともねちょっと考えてって、それはもう離れるしかないって思ってたんですね。で、あの風向きを見て、あの冬は西から風が吹くから西に向かって、風上に向かって逃げればいいっていうふうに思ったので、その当日11日地震が起きて電源が喪失したっていうのを聞いた後に、まあ、子供のいる友達の家をぐるっと回って、もうここは危ないよっていうことを言いながら回って、それで私たちも夜になってから西に向かって車で避難しました。あのこの本の中にもその時のことが少し書かれていて、それこそもう子どもたちにそういうことを伝えなきゃっていう気持ちでいっぱいだった時の様子が書かれているんですけれども、やっぱりそういう気持ちはありましたか。そうですね、もう知らせようにも知らせられないんですよね。メールも届かないしね。で、ガソリンのことも心配だし、で何軒かは回ったんだけど、でももうダメかなと思って、こう避難する車の中でも、あの人にもこの人にも知らせてないっていう思いがすごくして、なんか辛かったなというふうには思います。はい、武藤さんたちはちょうどその同じ3月から廃炉アクションといって、本当はその福島第一原発の廃炉を求める運動をまさに始めようとされていたところなんですよね。それはどういったその取り組みをされようとしてたんでしょうか。福島第一原発1号機が40年を迎えたんですね。で、ほとんどその原発の寿命っていうのは40年っていうふうに言われていたんだけれども、国が10年延長を認めて、まあ、延長するってことになったんですね。で、でも第一原発ほとんどね、本当にボロボロ状態だったって、もう長いこと運転していたから、配管であるとかいろんなところにしょっちゅう故障が起きてたっていう状況だったので、とにかく止めなきゃいけないというふうに思ったんですね。で、1年延長は決まってしまったけれども、あ、10年ね。で、1年間かけて、いろんな取り組みをしていこうと思ってたんです。で、廃炉ウォークって言って、東京の若者が福島まで歩ってくるっていう計画も立ててあったし、ハイロックコンサートっていうのをマングロックみたいにやろうっていうふうに思ってたし、それから原発のない後のね、その地域振興のビジョンっていうものもきちんと立てていこうねっていう、そういうことで1年間をやっていこうと思ってたんです。それでちょうど40年を迎えるときにオープニングイベントをやるってことに決めていました。で、その中でアロハでハイロっていうので、フラダンスをみんなで踊ってね、ハイロを訴えましょうっていう企画をして、でちょうど11日の前日の10日の日にそのフラダンスの練習をしていたんです。前日にフラダンスの練習をされてたんですか。そうなんです。で、みんなで集まってたんですね、ちょうどね。はい、でそれで別れ際にちょうど広瀬隆さんの本を貸してた友達が私に返してくれて、でこんなことが起きたら本当に嫌だねって言って別れたのが本当の地震の前日でした。その廃炉にしようと思ってた原発で翌日事故が起こるというのは、そこのところってどういうお気持ちなんですか。なんかやっぱり間に合わなかったっていう感じですかね。本当になんとか止められればよかったのにな、こんなことになっちゃったなって、もうすごくがっかりしたというか、なんかちょっと言葉では表せないような、気持ちでしたね。福島県民は今怒りと悲しみの中から静かに立ち上がっています。一人一人の市民が国と東電の責任を問い続けています。そして原発はもういらないと声を上げています。私たちは静かに怒りを燃やす
東北の鬼です。スピーチの中にですね、私たちは静かに怒りを燃やす東北の鬼ですっていう言葉があって、もうその時に本当にピンと会場が張り詰めるような、6万人の人たちが耳をそば立てたっていう瞬間がありました。東北の鬼っていう意味に込めた思いっていうのはどういうものなんですか？ね、東北っていうのはやっぱり地域的にすごく、差別の対象になってきたっていう土地柄でもあると思うんですね。たくさんの、エミシと呼ばれた先住民たちが一つの文化を作ってきた土地だと思うんですね。でそこにヤマトが、侵略というかね、やってきたわけですね。それでその福島の地っていうのは そのヤマトにすごい熾烈な抵抗をしたという場所なんだそうなんです。はい。それで縄文から引き継いだようなその自然の中でのと一体となった暮らしっていうのが営まれてきたんじゃないかなと思うんですね。でその暮らしの力強さと、そしてその侵略してくるものに対する毅然としたその戦い方っていうのかな、でそういうものがその今東北の中にもまだこう残っていてほしいっていう、そういうすごい思いがありました。それと同時に私は古くからこう伝わってきた地元に、ね、残るような踊りをいろいろ取材しながら踊るっていう活動をしてきたんですけれども、そういう中でその鬼を表す踊りっていうのが結構あるんですね。でそういう中にその踊りっていうのは本当に力強くてユーモラスでシンプルで、まるでその何て言うんだろう、自然の中に暮らしそのもの、生き方そのものみたいな感じがするのね。でそういうその踊り、鬼の面をつけた踊りのようなものがすっとこう頭に浮かんでいて、こんな原発事故があってみんな福島の人はどうして怒らないのって言われているんだけれども、でも本当はそこにね、どれほどの怒りを持ってるかっていうことって私はやっぱりひしひしと感じていたので、その怒りを私たちは持ってるんだっていうことを言いたかったんですね。はい。武藤さんはご自身の生活そのものもその原子力に頼らないというか、自分たちでものを生み出すような生活もなさっていたということを、この本で私も知ったんですけれども、どういった理想っていうか、どういったものを目指してそういうような生活をされているのか、ぜひお聞きしたいと思ってるんですけれども、私自身もその原発の反対運動をしながらも、消費者としてしてもいたわけですよね。でそのある時電通という広告代理店がありますよね、日本で一番大きいのかな。でそこが出しているその消費のための10か条っていうのを読むことがあったんですね。で私も原発事故の後に初めて見て衝撃を受けましたね。でそれを読む機会があって、飽きさせろとか流行遅れにさせろとか、そういう使わせろとか買わせろとかっていう、それが書いてあって、もうそれを読んでやっぱり愕然としたんですね。でなんてバカにされて生きてるのっていうふうにその時に思ったんですね。でその前から私の周りにはね、たくさんその食べ物も自給し、エネルギーもなるべく自給し、本当に消費に加担しないで暮らしていこうっていう友達がたくさんいたんですね。でそういう生活いつか私もしたいなと思ってたんですけど、そういう中でその電通の10か条を読んで、でもガーンと来てしまったんですね。でもとにかくバカにされないでいきたい、自分が消費したいと思って買いたいと思ってたものも実はある路線の中で買わされていたんじゃないかっていうふうに思った時に、本当に猛烈にこう自分に対しても腹が立ったんですね。何かにこうつながれない、もっと自由な生き方がしたいって、もうすごく強烈に思いました。でそれでたまたま祖父が持ってた小さな山の斜面があったので、そこを開墾しようっていうふうに思ったんです。で車も軽自動車が1台ぐらい入る細い道だったので、雑木の山を開墾始めたんですね。42歳の時だったんですけど、で木を切って
で皮を剥いて、でそれを柱にしてこう立てていって、横木を置いて、そこにあの重機が全く入らなかったので、桑であの掘り出しました。で桑で掘って掘って、で余分に出た土をその土留めのところに置いて平らな土地を作っていくんですけど、だいたい3年ぐらいかかってその平らな土地ができたんですね。でもまあその時、まあ、私一人ではなかったんですけれども、その掘ること自体が大変だでは、その大変ではあったけれども面白かったんですね、やること自体がものすごく。であの小さい畑を作って食べ物を作ったりとか、あとなるべくそのエネルギーも自給したいと思って薪を使うこととか、それからあの中古のソーラーパネルでね、あの電気もつけようっていうようなことで、そういうふうにして工夫しながら、なるべくその化石燃料とか電気の消費を減らして、そして自分たちで作るそのエネルギーを大事に使うっていう、そういう工夫をすること自体がものすごく面白くて、まあ、大変だっていう感じはあんまりしなかったと思います。はい、エコロジカルな暮らしっていうのはその工夫することそのものだと思うので、あのそれは面白いと思うんですね。クリエイティブなところがあるっていうこと。そうなんです。あのなんかすごく節約してこう苦しい暮らしっていうよりは、あの自分の頭を使って考えて工夫してあの行くっていう、その楽しさっていうかね、それがあると思います。原発をなお進めようとする力が垂直にそびえる壁ならば、限りなく横に広がりつながり続けていくことが私たちの力です。たった今隣にいる人とそっと手をつないでみてください。今つないでいるその手のぬくもりを日本中に世界中に広げていきましょう。まあ、ずっとその原発運動を細々と、私なんて本当に徹底して何もやってこなかったんだけれども、その中で感じ続けてきたっていうのは、本当に壁が高いっていうか厚いというかね、そのどういうところにこう入り込んでいっても何かしらその壁にぶち当たっていくっていう、そういう感じもすごくあったのね。それでその巨大な壁に立ち向かうのには、同じような力を持ってやったのでは、ものすごい強大な力を私たち自身がまた持たなければならないっていうふうに思ったので、もう違う発想が必要だなってことをすごく思ったんですね。こういうもの同士が戦ったら、まあ倒れてしまうかもしれないけど、横にずっと広がってるものはなかなかその攻撃もね、こっちでボコ、こっちでボコっていろいろこう起きてくる、一箇所がダメになってもまた違うところでできてくる、そういうなんかアメーバのようであり、一見弱いようであるけれども、福島弁で言うとしびらこいって言うんですけど、しびらこいって言うんですか、しつこくね出てくるような、そういうあのやり方っていうのも一つのやり方ではないかなっていうふうに思いました。でみんなそれぞれに得意なこととか違うと思うんですよね。で私はこっちで、まあ、裁判のことをやります、私はこっちで直接行動をやります、ここではテントによる抗議をやります、そういうそのいろんな自分の得意なところからの発想で、あのたくさんのものが出てきて、でそれが本当にこう横につながっていくときに、あの何か一つこう変わる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思います。ね、実際世界的にも例えばオキュパイウォールストリートとか、こう昔のいわゆる社会運動だとこうリーダーがいて、カリスマ的なリーダーがいて、それにこう、まあ、あの従うようなピラミッド方針があってっていうような形が、今まさにその原発運動なんかもそうですけども、それぞれがこうそれぞれ勝手にやってて、でちょっと古い頭の人はなんかリーダーがいないからダメだみたいなね、ウォールストリートのことなんかについても言うことがあるんですけど、やはりむしろそれぞれが全部分散して個人で頭で考えてこうそれぞれが動いていくっていう動きこそやっぱり今強いんではないかなというふうにすごく感じるんですけど、まさにそういうことなんですかね。と思います。カリスマ的な、ね、リーダーがいたら、その人がそう言えばこっちにやるかもしれないけど、またその人がこっちに来てしまったら、またみんなこう
あのついていってしまうような、そういう形ではあのないんだなというふうに思うんですね。で、一人一人が自分の人生のリーダーシップを取るっていうことがすごく重要であると同時に、あの世界を変えていくっていうそのことを、まあ、自分がするんだっていう、そういう自覚があのうんと大事だなというふうに思います。そしてそれぞれの人がその力を実は持ってる、うん、誰もが持ってるっていうふうに思うんですね。それをやっぱり忘れてるだけで、あの思い出した出して、うん、それを取り戻していくっていう、その一つ一つの作業があのこれから大事かなって思います。わかりました、ありがとうございました。あのこの本読ませていただいて、まあ、本当にこの1年間って情報がですね溢れてちょっとこう疲れてるところがありますよね。その中でこの武藤さんの本を読んだ時に、なんかはたとじっくり自分のことを考えるっていうか、そういう気持ちになれて、でこれ前半のスピーチも素晴らしいんですけど、後半のエッセイのところもとっても素晴らしいので、ぜひあの読んでいただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。武藤瑠衣子さんのお話をお聞きいただきました。今のこの福島からあなたへ、1月20日に大月書店から発売されまして、今は少しあの手に入りにくい状態だというふうに聞いていますけれども、ぜひ一度ですね手に取っていただければと思います。どこか自分の暮らしを見直すヒントが、まあ、含まれている一冊だと思いました。そして、まあ、インタビューにあった通りですね、まあ、電通十訓というのがまあ出てきましたけれども、今の日本では広告売る代理店になどのですね戦略によってマスメディアも大きな影響を受けています。アワープラネット TV では、まあ、こうしたあらゆる力から独立を保つために、企業からの広告には頼らないで、皆様の寄付によって番組を制作しています。で、今ですね、まあ、ここにあのサポーターのお知らせが載ってますけれども、ぜひあのご支援いただければというふうに思っています。来週のゲストは茨城大学の稲葉奈々子さんです。野宿者排除の問題に光を当てます。では来週。